沼津港のお食事処千本市とかもめ丸のおかみをしてますあつこももです。本日もお越しいただきましてありがとうございます。はい、今日の動画はあつこももの手作りの花丸さんのお祝いのラブライブボードとホワイトデーのボード、アクアボードを作りました。それといってちょっと大きめの花丸さんのお祝いのあるものを作ってます。そちらのご紹介もさせていただいて、当店のおすすめの花丸さんのお祝いのお食事のご紹介と、仲見世で買ってきた花丸ちゃんが喜びそうなおやつのご紹介をさせていただきますので、最後までご覧ください。でですね、今回はフォロワーの犬猫さんに犬猫さんになんと見てすごいのいただいちゃったの。犬猫さんが電車に乗って割れないように持ってきてくださったものなんです。これそれがじゃん！じゃじゃーん！じゃじゃじゃん！アクアのシャンパンと、そしてこの中にシャンパンとシャンパングラスが入ってるんですね。でさっきビニール剥がしたんですが、中見てないんですよ。だからもうドキドキで、いわゆる開封動画ですか？これリコさん初めての。そうですね。これ開けてみたいと思います。はい、こちらなんですけどね、じゃあ、はい、行きます。3,2,1 オープン。じゃ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 ん。あ、おー、ドキドキさせますね。これを開けると、お、すごい、ちょっと、すごい、感動ひとしおなんだけど、すごい、すごい、すごいしか出ない、うん、まずすごい、これ見て見て見て、すごい、ね、ドメーヌピエールシャバンピエールゼロブランドスパークリングバグワインテイスト飲料炭酸飲料って、これお酒じゃないんですよね。ね、そう、かわいい、かわいいよね。グラスちょっと見て、これわかる、見える、あ、ほらほら、これちょっと回しますよ。ここに、ここが端でぐーっと回して、みんなアクアが勢ぞろい。うーわ、ちょっとこれ家宝でしょ、もうこれ、これ家宝ですよ。うわー、嬉しい、ずらーですね。はい、飲みます。どうも、やめようかえ、もったいない。これみんなどうしてるの、これ買った人開けて飲んでるの。リコさん、これフランス原産国名、飲めない。いつもホッピーとビール、ね、言おうとした、ホッピーとビールしか飲んでない。こんな高級な、本当開けていいのかな。いや、もうどうしよう。いや、開けないと味見しないと、じゃあ、ね、犬猫さん頑張って開けるよ。いや、ドキドキする。もう金具が見えたよ。もう見て見て、こうなってる。すごい、すごい、初めて見た。あ、あ、すごい、コルクが、コルクが、でこれを引くんだ。ブリンってやってスポンって抜くのかな。あ、ちょ、違った、ただ単に引いた。ええ、あ、のこれもおしゃれだね。ね、すごいね。付箋開けいるのかな。いや、もう抜けそう。いくよ、ほら、音で鳴るかな。ちょっと溜めとくでしょ普通。じゃあ開けますよみたいな。前回の鬼退治の動画でも言ったんですが、頭は握力が強いじゃないですか。ちょっとだけ軽くっていうのができなくて、軽かったのもうわ、今びっくりした、びっくりした、面白い、衝撃映像撮れましたね。じゃあ改めて注いでみてください。はい、注ぎます。おお、アクアがさあ姿を現します。うわー、まず改めてここで恒例のあつこママのクラッカー今日行きます。花丸ちゃんお誕生日おめでとう。うわー、うわー、あ、うまい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 、だんだんうまくなってくる。そしてもう一個、花丸ちゃんお誕生日おめでとう。ハッピーバースデー。よし、
これお酒じゃないんだけどね。そう引っ掛けるよ。じゃあ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 おめでとう、みんなおめでとう。乾杯。あ、そう、うん、よかったね。でももう一杯飲んでもう一口。あ、おいしい。じゃあ この後はあつこママのボードの紹介します。はい、まずこちらが、季節ボード。3月はホワイトデーなので。あ、なるほどね。そう、2月はバレンタインボード作ったじゃないですか、うん、バレンタインのアクアボード。今回はホワイトデーのアクアボードで、ここ分かるかな、ここにハートがあって、この箱があって、これね立体にしたんですよ。横から見ると分かるかな、こういう風にヨウちゃんとかが浮くようにこういう風に立体。すごいね。そう、こちら側もこう箱でこういう感じでちょっと飛び出る感じにしました、うん、いいね。いいでしょ、いいでしょ、すごくいい、ね、でなんかさ、このあのかなんちゃんなんかこうちょっとね、それぞれかなちゃんお花をちりばめたり、あの花丸ちゃんの一応誕生日なので花丸ちゃんのとこをちょっと飛び出してみたりして、うん、ちょっと花丸ちゃんを多めにねちょっと、はい、飾ってみました。でね、これには秘密があって、なんと これはホワイトデーの箱なんですが、この中に開くの？じゃん！みかんの飴入れてんの。かわいい、かわいいでしょ。みかんの飴入れてんの。これはね、動画を見た人しかわからない秘密なので、あつこママはこっそりここにアクアへのみかんカンカン飴を隠してます。こんな感じで可愛いので、ぜひ、千本市の3階の方見に来てください。では次は3階の、いよいよ花丸ちゃんのお誕生日のボードを紹介します。はい、こちらが花丸ちゃんのお誕生日のボードです。お花畑。そう、お花畑。今回もね、このお花の種類がちょっと違うんですが、これね、プラスチックでできたお花なんですよ。で、プラスチックのお花にちょっと紙でできたお花を、飾って、で、花柄の紙皿、花の形で切り抜いた紙皿に花丸ちゃんの好きなおにぎりで、こちらに行くとオムレツにソーセージ、そしてこっちお寿司と卵。いいですね。で、こちらがハンバーグと目玉焼き。食べ物か。そうそうそう、花丸ちゃんね。だからね、よくよく見ると花丸ちゃんね、こうソフトクリーム持ってたりとか、ちょっとクッキー持ってたり、スプーン持ってたりと、何かしら食べ物、ケーキ屋さんの、あの、そうそう、ケーキ屋さん見てたりお団子食べてたり、まあ、これちょっとなくて洗濯物を畳んでる花丸ちゃんにしました。ね、この立体のこのお花の中は可愛い花丸ちゃん、まあ、全部可愛いんですが、こんな感じ。いいね。いいでしょ、これも、うん、黄色いね、あのボードだからすごい作品が映えますよね。そうだね、確かに。 では次、いよいようちわではない、あるちょっと大きなものを作りました。次お見てください。はい、次はじゃあ、ちょっと待って、もう一回紐が花丸ちゃんに引っかかっちゃった。はい、次はじゃあ見てこれ、羽子板。おっきいでしょ、ね、わかる。なんで羽子板かって言ったら、花丸ちゃん3月でしょ、誕生日。3月ってお雛様で、お雛様といえばひな羽子板みたいな感じで、花丸ちゃんの作っちゃおうと思って、で実はね、これね、裏本当にこう書いてあるんですよ。飾り用の羽子板を、それに私がこう、あの花丸ちゃんを貼り付けました。はい、でね、今回やっぱり花丸ちゃんなんで、たくさんお花を使ってて、紙でできたお花と布でできたお花と、やはりこの紙の葉っぱなんかをこう、あとこれもね、紙でできてるんですけれども、またあつこママ初挑戦してみました。こうまた急にひらめくんで、ひらめいたらまたいろんな作品に、挑戦してみたいと思います。これも千本市にここ紐がついてるんで、もしかしてこう上からこうぶら下げる感じで飾るかもしれないんですが、これね、もっと近くで見てほしい、ね、そうそう、もっと近くでね、こうやってね見ていただく、今じゃないよね、うんうん、じゃあ次は、千本市とかもめ丸のおすすめのお料理ご紹介します。はい、こちらが今回の花丸ちゃんのお誕生日のお料理です。花丸ちゃんといえば、じゃん、見てこのデカデカおにぎり、でかでかいでしょ。そしてかげその唐揚げです。うまいんだな。
そして金目のこれ兜煮ですね。ちょっと今日小さめなんですが、すいません、まあ、日によるんですよね。これ揚がったのをね煮つけるので。そして、まあ、金目鯛も深海魚なんですが、こちらのトロボッチですね。深海魚のトロボッチの唐揚げ、メヒカリと思いますね。メヒカリの唐揚げ、これはね、はい、ポン酢につけて召し上がっていただく ね、美味しいよね。召し上がっていただきます。そしてじゃじゃーん、出たカニ汁。でっかいカニが1匹入ってます。これをね豪快に今日は食べたいと思います。ポン酢につけていただきます。香ばしくて美味しい。あのトロボッチってあの結構さっぱりとした味なんですよね、白身のお魚の、うんうんうん、でそこにあってポン酢でギュッと身が締まってすごく美味しいんですよね。目の下がね光ってて、あれ目が光ってて、目の下が光ってんの。そう、目の下のなんかクマみたいなのが光ってて、だから目が光ってるようだから目光り。なるほど、素晴らしい。さすがリコさんです。いやこれ本当にねおすすめなんで、ぜひ召し上がってみてください。はい、美味しいですね。では次、深海魚の金目ですね。金目の兜煮、はい、これもここね、もうここにこのねここのところ美味しいんですよね。いただきます。美味しい。身がね、あの味が染みててすごい美味しい。これおにぎり食べたい。いただきます。うん、おいしい。そしてイカゲソを食べます。いただきます。うん、うん、プリップリ。おいしい。おいしいでしょ、うん、でしょ。コリコリしてて、おいしい。うん、タコカラとゲソカラは本当にね、うん、おいしいんだよね。うん、やっぱおにぎりだよね。うん、おいしい。だ、姉妹のパネルの衣装を紹介しなきゃいけないのに先食べちゃいました。はい、食べてからすぐあの黒沢姉妹の衣装、今月3月の衣装を紹介するので、うん、もうちょっとね、あつこママが食べるの待ってたい。カニ汁、このカニ1匹の身でこれ出汁取ってるんですよ。すごいだからね。ほら美味しい。ほら間違いなく美味しいね。これ今回も正解だね。これもうね堪能できるよ。これ皆さんぜひ食べに来てね。じゃあ今から黒沢姉妹の、あの衣装のご紹介します。あ、2月の黒沢姉妹はバレンタインだったのでカフェドレスを着てました。かわいいですね。かわいい。そして3月はじゃん、こちらの赤とピンク用意しました。まずダイヤちゃんの方です。じゃーん、ちょっと下に置いた方がわかる。こうやって着てもらってダイヤちゃんに、はいはいはい、そしてここにカラフルな帯がこうくるわけですよ。はいはいはい。で、まあ、リボンで結ぶっていう感じで、かわいいでしょ、うん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 、はい。これがまずダイヤちゃんと、もうビーちゃんは濃いめのピンクなんですが、こういう鮮やかな、いいね。で春ってから、あ、なんで今回この衣装かっていうと、3月はやっぱりさっきの羽子板と一緒ですけど、おひな祭りなので、ちょっと着物っぽいのを、うんうん、はい、リルがあって、そしてここのウエストのところにこのベルト、はいはい、三台の方に飾りますので、ぜひ千本市の方にお越しくださいね。では食後のデザートがこちらですね。花丸ちゃんの好きな、のっぽパン、当店の ライバーのスタッフ S さんが今回のお芋さん美味しいですよっていうので、後で食べますね。そしてリコさんが今回お土産に花丸ちゃんに、きびだんご買ってきてくれたので、はい、花丸ちゃんにあげたいと思います。そして中店で買ってきたのはじゃん、こちら大黒屋さんの今川焼きです。もうこれ楽しみにしてて、でちょっとその前にあの大黒屋さんの、ね、スタンプもね、本当だ、かわいい ね、かわいいでしょ。まずスイートポテトのっぽパン食べてみたいと思います。三島るくんいるじゃん。三島るこちゃんもこちらほらでしょ、面白ね、中がさスイートポテト、ほら黄色い、花丸ちゃんにぴったりだね。本当だ、ちょっと食べてみますね。いただきます。うん、うん、おいしい。スイートポテト
た。うん。で、大黒屋さんの。これは大黒屋さんの岩が焼きではない、つらか、美味しいつらーと食べます。下手くそなものもね。あんな可愛い声絶対出せないから。ほら、見て見て。じゃーん。びっしりあんこが。びっしり。ちょっといただきますよ。おいしい。あのね、小豆がすごい優しい。へー、最高だね、ここね。やっぱだってね、大黒屋さんおかげさまで100周年って書いてあるよ。すごい。100周年ですよ。100周年。皆さんね、あの聖地巡礼の際はお立ち寄りくださいね。やっぱりね、沼茶、はい、これはね、あの今川焼きと一緒に沼茶も飲んで、美味しい。いや、楽しかった。本当に素敵な花丸ちゃんのお誕生日をお祝いすることができました。ありがとうございます。皆様、最後までご視聴の方ありがとうございました。私、あつこママは沼津港よりいつも皆様のご健康とお幸せとご無事を心より祈っております。どうか皆様ご無事でお過ごしください。よろしければチャンネル登録とツイッターのフォロー、インスタのフォローのご協力よろしくお願いいたします。そしてグッドご飯の方もお願いいたします。では皆様、また会う日までありがとうございました。